手拍子が湧き上がりました。この時間にして早くも満員、後楽園ホール。97新春ジャイアントシリーズ開幕戦、今年も全日本プロレスはこの試合で幕を開けます。第1試合、全日本プロレスニューフェイス、35歳、その名は長谷博史見参。広志であります。フラッシュイエローのショートタイツ、長谷広志であります。おやおやおや、後楽園ホールはところがどっこい滋賀コールであります。さあ、この注目の一戦、滋賀健太郎としてはこのファンの見守る中で、なんとかいいところ、このがむしゃらなファイトで長谷の胸を借りるということになります。滋賀健太郎であります。さあ、対する畑博士はどのような序盤戦戦い始めでありましょうか。がっちりと両の手を取りました。さあ、胸を合わせました。さあ、そしてトップロープを背にする滋賀健太郎であります。押し込みました畑博士です。10月から全日本の道場で練習をし、そして肉体を作ってまいりました畑博士であります。距離を取りました。組み合ったサイドのヘッドロック、グリ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 締めていく。フラッシュ入れのショートタイツ、畑博士であります。35歳、富山県出身、育ちは金沢であります。専修大学の文学部、国文科卒業、金沢の清涼高校、国語の先生を経ましてプロレス界に入りました。さあ、グランドにいざなった。足を取った、足を取った、もがく苦しんで、おっとっとっと、滋賀県だろうが、滋賀県だろうが、滋賀県だろうが、なんとか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 、サードロープブレイクブレイクブレイク。積極果敢に攻めていきます長谷博士であります。83年のアマレス全日本学生選手権優勝、翌84年全日本選手権優勝者、その年のロサンゼルスオリンピックグレコローマン 90kg 級出場であります。そして95年の7月参議院選挙、石川県選挙区から初出場、初当選を果たしました。いわゆる国会議員レスラー先生であります長谷先生であります。さあ、ニークラッシャーか、膝を壊しました。その足をしっかりとフィックス固定しております。エルボードロックです。ほとんど呼吸が、息が乱れておりません長谷博士であります。十分に体を振り上げてまいりました。97年新春ジャイアントシリーズ開幕戦第1試合であります。1月の終わりから6月まである通常国会、そして秋にある臨時国会、その期間を除いてできるだけリングに上がりたいと語っておりました長谷博士であります。まあ、少なくとも20試合前後は上がりたいですねと語っております。そして都合がつけば地方巡業にも同行したいという長谷博士であります。長谷優勢でこの試合進められております。肉体的な衰えは全く感じられません。長谷博士、身長183センチ、1月の10日広島大会までの参戦がこのシリーズは予定されております。このリングの感触を確かめながら、目がランランと輝いているのはカメラのフラッシュばかりのせいではありません。さあ、張ってった、滋賀が張ってった、滋賀パンチパンチ張っていく。さあ、来いとばかりに受けて立つ長谷博士だ。さあ、自分自身を、そして相手の滋賀を鼓舞する、インスパイアーする長谷博士。さあ、館内は滋賀コールだ。第1試合からして超満員の後楽園ホールであります。長谷博士の得意技はノーザンライトスープレックス、はたまたジャイアントスイング、裏投げ、バリエーション豊富であります。どのような大技が披露されるんでありましょうか。レスラーたるもの、パワーは比較的早く戻るんだが、スタミナにやや心配が残ると以前語っておりましたが、
これまでのところいやいやどうして全くもって呼吸が乱れるところはありません。さあここから滋賀健太郎が反撃に出たいところです。足を固めております滋賀健太郎。しかし長谷博の表情にはまだまだ余裕があります。さあ上になりました滋賀健太郎、93年の5月全日本プロレスに入門いたしました。そして翌2月にデビュー、デビューから数えて2年と10ヶ月新春ジャイアントシリーズの開幕戦を迎えました。さあなんとかそのがむしゃらなファイトで特艦ファイトで食らいついていきたい滋賀健太郎であります。その滋賀を張っていきました長谷博。さあ相手を起こしたぞ。おーっと滋賀健太郎の膝のあたりを一点豪華集中攻撃です。白いシューズを取った。さあ滋賀健太郎がもうこれで動きを止められてしまいました。未だかつてこの第1試合からリングサイドを取り巻く報道陣、これだけのおびただしいカメラの量はなかなか見ることがありませんでした。さあ逆肩エビ固めであります。長谷博がいかなる方向でいかなる技を披露しようともそれにしっかりとカメラマンはフォーカスを定めフラッシュを焚いていきます。注目の一戦であります。さあインディアンデスロックの体勢、5分経過、試合時間あっという間の5分の経過であります。まだまだ表情には余裕が見られます長谷博です。さあ束固めの体勢に入りましたよ。滋賀健太郎苦しい。さあここからですとホスク前進できるのか。じわりじわりとにじり寄る滋賀健太郎であります。22歳茨城県出身、身長187センチ。ご覧いただけますでしょうか、館内は滋賀コールだ。さあ太い血管細い血管いろんな血管が浮き出ております滋賀健太郎。足を抑えられました。さあ変形のサーフボードスタイルによるストレッチであります。苦悶の表情を悶絶しております。ジャッシンと決められております。声が出ております長谷博。入門第一声、入団発表第一声は新弟子の長谷です、どうぞよろしくお願いしますということでありましたが、この長谷博デビュー2年10ヶ月の滋賀健太郎に早くも愛の鞭であります。さあ新弟子の長谷がデビュー2年と10ヶ月の滋賀健太郎にさあ愛の鞭を放っていくか。さあ来い、もっと来い、さあ受け立つ、あった、あったぞ、あった、ダウンダウンダウン、滋賀ダウン。さあ起き上がった、起き上がった、真っ赤に真っ赤に腫れていく滋賀の体。おお、今度は長谷がダウン、長谷がダウン。さあ返せるか、どこまで返せるか滋賀健太郎。逆水平チョップだ、そしてエルボーだ、滋賀だ。さあ火放しでスタンディングポジションから、おっとキック、しかし倒れません、倒れません。放った滋賀の方がややダメージが大きいか。ドロップキック、しかし倒れない。バックステップを一つ取るにとどまっております長谷博。さあここから上げられるか。トップロープからドロップキック、ヤンヤの喝采だ、後楽園ホール、足を取った、スイングだ、スイングだ、やった、やった、もらって切ない落とし玉、ジャイアントスイング、頭に血が昇る。ただで試合、ただでスラッシュ台、白いこの滋賀健太の体が、ああ
みるみるうちに、みるみるうちに青白く染まってまいりました。お客さんがその回数を数えてきます。二重の大台登ったぞ。年の数だけ回すのか長谷博士。ブルン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 ジャイアントスイング。今年からよろしくお願いいたします。長谷博士健太郎、起き上がることが、立ち上がることができません。さあノーダンか、ノーダンか、ノーダンライトスープレックス。カウント3、カウント3。全日本プロレスニューフェイス35歳、長谷博士、盤石の体勢で第1試合滋賀健太郎からさあさあ、喧嘩も焼きそばも2分30秒、ハウスいただきレンジ焼きそば。大井隆夫、井上隆夫、大田隆夫、徐々にお互い周りの出方を見て自分にとって有利になるエリアに進みたいところであります。さあ小橋と川田がスタンハンセン、田植えも捕まえております。さあスタンハンセンを捕まえようというところ、しかし小橋と田植えがやり、川田がやり合っております。さあリング中央では小橋と川田、逆水平チョップチョップ、連打連打、ハンセンが加わった、ちょっとハンセンが小橋をやり合う、三冠チャンピオン、第16代三冠チャンピオンの小橋を捕まえました。しかし最終的に捕まったのはスタンハンセン。いやー、これはいろんな虚虚実実、いろんな駆け
引きが見られます。この四角いリング上でやります恒例ヘビー級バトルロイヤル、直訳すればヘビー級の大乱闘といった意味でありますが、エーゲン・ハルカも非常にこのトリッキーなプレー、老快なプレーで毎年上位進出を目論んでおります。さあラクロスが出てまいりました。井上雅雄でやります。そしてその向こう、泉田潤の胸には100万円のペイントがあります。ラクロスが打っていく、この黒い仮面がラクロスでやります。そして紫の仮面がチイーグル。さあ次に失格になったのはどの選手でありましょうか。誰かが肩をこのキャンバスにつけると同時に一斉に抑え込みます。そういった瞬間的な団結力は目を見張るものがあります。さあ畑博士、フラッシュレーンを召喚した畑博士が同じく黄色いタッチのジョニーエースとやり合っております。金髪がジョニーエース、黒髪が畑博士、昨年はこの失格になった後も田上明と場外との凄まじいバトルがありました。スタンハンセンでありますが早々に失格でやります。さあ三冠チャンピオンが1月8日大阪での三冠戦、三沢の一戦を控えております。三冠チャンピオンがそこをつかむのか。しかし川田が世界タッグ優勝者の川田がこれを持ち上げようというところで、その動向を全選手が見つめております。さあここで全選手が寝返りを打って川田を抑えに入ります。川田が退場で続いて、さあ小橋健太が田上明に捕まりました。しかし田上も嫌な予感がしているはずです。田上が嫌な予感している。さあ抑え込まれた、予感的中、田上明アウト。さあすぐさまリバースされて三冠チャンピオン失格。世界タッグ優勝者、そして三冠チャンピオン続々失格でやります。さあ三沢光晴が捕まるが、100万円のペイントのヘッドバット。さあすぐさま入った、すぐさま入ったのは長谷博士だ。長谷博士が真っ先に抑えに入りました。そして抑えるとすぐにセンターから離れる。これがまあバトルロイヤルの正しい戦い方を見てもいいかもしれません。ヒップドロップした、抑え込んだ捕まりました。井上雅雄が捕まりました。さあふと冷静にこの状況を判断すると、あ、やっぱりエーゲン・ハルカはまだ残っております。エーゲン・ハルカはまだ残っております。秋山純、現アジアタッグチャンピオンだ。カウントスリップ、秋山退場です。これで8人、エーゲン・ハルカベスト8進出。エーゲン・ハルカベスト8進出。そして仮面2選手が残っております。ラクロス、ジ・イーグル残っております。そして長谷博士、エーゲン・ハルカ、大森隆夫、ジョニーエース、泉田も残っております。さあここで日本人陣営と学士陣営に分かれました。日本人陣営の先陣を切ろうというのがエーゲン・ハルカでありますが、さあこれは何とも非力な切り込み隊長でありました。ジョニーエースにボディースラム、そして抑える、カウント3。日本人陣営の長谷が加勢して、エーゲン・ハルカこれにて失格でやります。丸め込んだ、ラクロスが捕まった。カウント3。さあ無念そうなエーゲン・ハルカ100万円を逸しました。現在残っているのは6選手でやります。現在6選手、あと日本人陣営が田元を分かったと。さあ、あ、ヒップドロップかわされた。100万円選手がすぐさま抑え勝った。カウント3。昨年最後まで残った本田多聞がこれで失格である。さあ日本人陣営が3本の矢といったところでありましょうか。3人ともに戦術を固めました。何やらアピールしております長谷博士であります。さあ国会議員がきちっとした形で話をつけようというんでありましょうか。しかし最終的には自分の腕っぷしでこの100万円のお年玉を手に入れようと和解しようというんでありましょうか。ジ・イーグルと手を組もうというんでしょうか。つぶらな瞳がキラッと光りました。長谷博士が手を組んだ。4対1、派手に無勢だ。早くも勝利をものにしたか。さあジョニーエースは寂しいぞ。試練様の体勢だ。ジョニーエースが捕まった。黄色いダイス、金髪、ジョニーエース捕まった。ジョニーエースが大盛りでやる。さあしかしこれはもう夏目もない。さあ指示運陣、これはガゼンヒートアップしてまいりました。97年、新春恒例のヘビー級バトルライアル。さあジョニーエースを抑えにかかった。ギロチンドロップでやります。
思わず V サインが出ました。長谷博士でやります。さあ残り4選手でやります。さあ今度は長谷がイーグルと手を組もうとなりましょうか。しかしそれは陽動作戦でありました。相手の隙をついて長谷博士が果敢に攻め込んでいきます。さあさすがも学校の先生だ。若いレスラーを支持しております。的確にティーチャーしております。さあそしてこれで自分は老せずして、老せずしてますます頂点を極めようというところでありましょう。最終的には俺に任せろ、俺に任せろ。さあここからジャイアントスイングに入るんでしょうか。回した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 。お客さんが声を合わせて数を数えます。さあこれでジ・イーグルが沈んでしまうんでしょうか。回されてる方も、しかし回してる方も幾分目が回ると聞いておりますこのジャイアントスイングでありますが、おっと回し疲れたか、回し疲れたか。長谷博士、さあそしてあーやっぱりやっぱりゴークさん反旗を入れました、反旗を入れました。気を見てみんなに、気を見てみんなに、泉だ大盛り。あー長谷足元を救われてしまいました。足元を救われた長谷博士、これで失格。さあそして最終的に残った3選手、大森、泉田、そしてジ・イーグルでやります。すでに泉田潤の胸元100万円のペイントは遠に剥がれておりますが、さあこれで仮面戦士失格でやります。ジ・イーグルが退場。さあ最後は泉田が、泉田が100万円の思いを胸に書き、胸に秘め、あーしかしカウント2、カウント2、ヘッドバット。さあ大森と泉田が100万円だ、100万円だ、100万円のヘッドバットが、あカウンターのパンチ、パンチが入った。現アジアタックチャンピオン自らロープに走った、トラースキックでかわしたぞ。今度は泉が走った、バックに回った、バックに回った。ジャーマンか、うん、ジャーマンか、肩がついた、うん、うん、微妙だ、うん、ま、これは不十分です、これは不十分だ、不十分だ、不十分だ。100万円に目指してカウント3、今入りました。最後は現アジアタックチャンピオン大森高尾と100万円で浮かれてちょっと足元を滑らせてしまいました。大森高尾が見事このヘビー級バトルロイヤル19選手の頂点に輝きました。勝負タイムが9分27秒、何かいいことありそうな97年ヘビー級バトルロイヤルを最終的に制したのは現アジアタックチャンピオン大森高尾でありました。これギリシャフルのグラスタート。いた伝統にあたりまして、全日本プロレス社長ジャイアント馬場よりご来場のファンの皆様、テレビをご覧の皆様に一言ご挨拶申し上げます。明けましておめでとうございます。今年も明るく楽しく激しいプロレスを目指して全員一生懸命頑張りますので、さらなるご支援をお願い申し上げます。Yeah.
俊明のキック、ウィリアムスの膝、左の膝のあたりに集中していきました。さあボビーダンカンジュニアがリングインであります。往年の名レスラーボビーダンカンの実の息子であります、ボビーダンカンジュニア、ロープ際の攻防です。落としていきます。肩はついておりません。足を固めていきます、ボビーダンカンジュニア。さあ、おっと、強引にさあ、腕、ひしぎ、逆十字の体勢に入ろうというところ、川田俊明です。こらえます、ボビーダンカンジュニア。肩、逆エビ固めの体勢に入っております。まだしかし腰はちょっと高いか、ボビーダンカンジュニア外しております。さあ試合の権利はジョニーエースに移っております。さあギロチンドロップリバース、ロープの反動を利用しております。さあロープを使ってエースクラッシャー、カバーに入るか、カウントは2つです。早いタッチワークです、外国人トリオ。さあスティーブ・ウィリアムズがリングインいたしました。パンチを打っていく、逆水平ウィリアムズです。エルボー打っていく、ハイキックは川田。さあ足を取りに行きます川田、そうスープレックス、フロントの強引なスープレックス、試合時間5分を経過しました。シックスメンタックマッチ、川田対上泉田対ウィリアムスエースボビーダンカンジュニア組、世界タッグタイトルマッチに向けて大事な前哨戦となっております。新春ジャイアントシリーズ開幕戦、東京後楽園ホールです。さあ試合の権利はエースと川田です。馬場さん、はい、去年初めてこのエースは世界という名前がつくベルトを腰に巻いたんですが、大きな飛躍の1年でしたね、このエースにとってはね。そうですね、ですけどもね、はい、確かにエースは技術的には非常にうまいんですね、はい、今度はもう一つ、なんかこう一つ足りないものがあるような気がするんですね。技術の他にもう一つということですか。技術的にはね、非常に、はい、いいんですよ、いろんな技もありますし、動きもいいですし、そこに持ってきて、今度ウィリアムスがね、はい、この人は今度その技とかそんなもんじゃなくて力任せにそのやってしまいますからね。そうですね、ここのところ噛み合わせがね、なるほど、いかないような気がするんですね。あ、そうですか。さあ川田が捕まっている青コーナー、ウィリアムスエース組チャンピオンチームにタウエ、はい、ウィリアムスがね、もう少しこう相手を痛めて、技をかけたらすぐかかるという体勢まで持っていって、いろんな技をかけるという、なるほど、ことになっていけばね、もっとそのウィリアムスの技が生きると思うんです。なるほどなるほど。とにかく相手が疲れてもいないうちから、もう自分の力の中に自分の技をやってしまいます、そこがまたウィリアムスの魅力に なっているところでもあるんですけどね、はい、そのあたりの呼吸、ですから最初のうちですから、あんまりその魅力を感じないんですよね。なるほど。さあボビーダンカンジュニアがギロチンドロップを川田に落としていった。さあスティーブ・ウィリアムス試合の権利移っております。強引なパワーボム投げ捨て、馬場さんご指摘のスティーブ・ウィリアムスの強引な攻撃が見られました。さあこの後です。川田は場外にエスケープ、場外でうつ伏せの状態です。待っていたのはジョニーエース、場外。この辺りの馬場さんご指摘のコンビネーション、この場外戦でジョニーエースどのような攻撃を展開するか、腰を打ちつけていきました。鉄柵です。泉田がカットイン、2対1の形。おお、冷静に泉田、川田をフォローに走りました。ここで戻ったか。
川田俊明をリングの中に戻しました。エース待っていたウィリアムスが固めていきます。カバーはこうやって固めてしまうでしょ、ええ、さっきその投げ捨てをやった後に何をやろうかという計画はないんですよね、はい、なるほど。悪く本人はもう力任せにやってるだけなんですよね。悪く言えば行き当たりばったりの攻撃になってしまっていると。そうですね、さあスリーパーに捉えております。しかしその技一つ一つにこのようにパワーがあります、破壊力があります。スティーブ・ウィリアムスです。川田俊明の動きが先ほどの投げ捨てパワーボムのあたりからビタッと止まっています。ですからまたこれも日本人選手はね、はい、どこで何が来るか分かりませんから、攻撃が読めないという怖さもありますね。さあ対角線に振っていったラリアット、首に巻きつくようなおっとかわした、バックドロップ、バックドロップ。さあ腕を伸ばしているのは泉田、泉田にタッチ成立であります。さあ泉田潤がスティーブ・ウィリアムス相手にどのような攻撃を見せてくれるか。ニュートラルコーナーに進んでいきます。二段蹴りです。顔面に食い込んでまいります。さあもう一つかわした、大当たり。さあ放送席前、田上明が吹っ飛んでまいりました。川田と田上は場外です。さあ合体の合体の、おっと戻していた、バックドロップと喉輪か。カバーはかさず田上明がカットに入ります。馬場さん、今のは喉輪落とし、ウィリアムスは喉輪のようなものを打ってきましたね。さあボビーダンカンジュニア、ボビーダンカンジュニアです。試合時間10分を経過しております。シックスメンタックマッチ、川田田上泉田組対ウィリアムスエースボビーダンカンジュニア組であります。新春ジャイアントシリーズの開幕戦、ラリアット決まってきました。カバーはどうかな、2つで返しております。松本大会における世界タッグタイトルマッチの大事な前哨戦となっております。この試合パワースラムはボビーダンカンジュニア、カウントは2です。泉田潤、ジャイアント木村とのコンビが完全に定着しました。さっきのシリーズ最強タッグリーグでも大活躍しました泉田、3勝9敗のうち秋山をマットに沈めました泉田から、田上明にタッチ、ハイキック、そしてエースをグローブに振って、これもハイキック。さあウィリアムスだ、今度はラリアット、ショートレンジのラリアット、大暴れです。新年早々大暴れ田上、落としていった、カウントは2です。96年、去年はまさに田上の年でした。ラリアット世界タッグダッシュに続いてチャンピオンカーニバル初優勝、5月には三沢から三冠ダッシュ、そして年末の最強タッグリーグ戦田上明初優勝を飾っております。さあ今年その田上明、波は続いているんでしょうか。さあ合体、ノードワとバックドロップの合体、固めていった、カバーは2カウントでジョニーエースが間に合っております。さあ試合の権利は泉田、泉田が映っている、その泉田は赤コーナートップロープだ、トップロープ、体当たり、132キロ、そのまま落としていきました。カウント3、決めたのは泉田、取ったのは泉田、ボビーダンカンジュニアを見事に青いマットに沈めました。泉田潤、収まらないのはジョニーエースだ、エース収まらない、ウィリアムスも、さあ4人乱れて放送席前、エースの田上、エースの田上、松本大会で世界タッグのベルトをかけて争う2人、おお客席にまで、ほんと1点、これは危ない、これは危ない。さあ田上、田上、世界タッグチャンピオンのジョニーエースと田上が熱い熱い戦い、収まりません。ウィリアムスは全日本プロレスの若手レスラーが抑えております。今ようやくエースが戻ってまいりました。田上が
今やっと立ち上がったというところ、ああこれはタイトルマッチに向けまして早くもヒートアップしております。4人試合は泉田君がボビー・ダンカン・ジュニアをマットに進めたんですが、収まらないのはジョニー・エースです。勝負タイムは12分と07秒じゃらん。カニ食べ放題や。2人だけの美味しい秘密、ハウスいただきレンジスパゲッティタラコ。もう一度投げ捨てです。立ち上がったアサコ、エルボーを打っていく。秋山がアシスト。持ち上がった。120キロ、ボディスラム。おお、しかしぐっと立ち上がりました。ダッダクロスであります。アサコは場外です。素早く戻ります。ザ・ダクロスは場外、キックを打っていく。朝子さあもう一度か、ブランチャーを浴びていきました。キャッチいたしました、ザ・ダクロス。さあそしてそのまま落としました。場外でラクロス、朝子をどう料理していくんでしょうか。ストンピングを打っていきました。軽量級の朝子、体重がないというのはこれだけ損するんですよ。動きとしては動きのスピードとしては圧倒的に上回っている朝子なんですが、捕まっております。さあそしてリングの上再び戻されます。馬場さん、今日のこのラクロスの動き見てていかがですか。そうですね、久しぶりに見るんですけども、いいんですよね、動きがね。いいですね。先ほどもこの朝子のプランチャーを見事に場外でキャッチいたしました。さあラクロスから三冠チャンピオンにタッチが成立しております。逆転、重みがあります。逆水平2連発打っていきます。エルボーで応戦、カバーに入ります。カウントは2つです。さあ大阪大会で2度目の、いや3度目の防衛が控えております小橋健太であります。現三冠チャンピオン、胸部に振った。逆水平かわした、ヘッドシザーズ、ホイップ。あ、しかしダメージはありません小橋健太です。おお、ちょっと右肩のあたりでしょうか。朝子悟気にしております。バックを取った、尾底骨割りか、後ろに落としていきました。バックドロップ、カウントは2つ。秋山と三沢が一斉に赤コーナーを飛び出していきました。小橋はモスマンにタッチ。おお、非常に有利な体勢で試合の権利を受けましたモスマンです。カバーに入る、ツーカウントです。デビュー3年目の春を迎えましたモスマン、セカンドロープからボディープレスを打っていった。カバーはツーカウントです。秋山と三沢、カットのタイミングを測っておりました。97新春ジャイアントシリーズ開幕戦、東京後楽園ホール、ボディースラムを打っていきました。三沢、秋山、朝子組対小橋、ラクロス、モスマン組のシックスメンタックマッチです。試合の権利があるのはモスマンと朝子悟。さあ先輩の朝子が、先輩の朝子が真裏キアモスマンにいいようにやられています。おお、しかしサードロープに今手が届きます。ロープブレイクです。早いタッチワークです。小橋、ラクロス、モスマン組。さあラクロスエルボーを打っていく。朝子悟、この時間帯非常に苦しい時間帯となっております。さあ回転エビ片手でいったのは朝子だ。ツーカウントです。腕を伸ばします秋山純。ああ、しかし赤コーナーまでは距離があります。
完全に朝子の動きが止まっております。長瀬大軍です。両の足を掴んでザラクロス、待っていたのはモスマンの足です。頭脳的なプレー。カウントも危ない。カウントは2、カウントは2です。早くタッチを成立させたい長瀬大軍です。さあボストンクラブの体勢入りました。腰をぐーっと落としていきます。ラクロスです。ぐーっと腰を落として十分な体勢、ロープまではまだ距離がある朝子ピンチ、朝子ピンチであります。さあ今サードロープに手が届いてロープブレイクです。試合時間が今15分を経過しました。新春ジャイアントシリーズ開幕戦セミメインイベント、三沢秋山朝子組対小柱クロスモスマン組。ああトップロープに朝子の喉が食い込んでいきました。たまらず三沢カットに入ります。おお目を閉じる朝子悟であります。さあパワーボムの体勢、いやバックブレイカーです。カナディアンバックブレイカーから、お丸めていく、丸めていくのは朝子。おーっと恐るべきパワー、アシストしたのは三沢です。さあ朝子赤コーナー秋山順が待ってるぞ。今タッチ成立として赤コーナーとプロープ秋山順、ラクロスを見据えてエルボーです。ダイビングのエルボーからカバー。カウントは2、カウントは2つです。さあ秋山潤ジャンピングニーから120キロのラクロスが上がるか。ノータンライトスープレックスホールド、カウントは2つです。2カウントでラクロスも返していきます。さあここで休みたくない秋山ジム、エクスプロイダーの体勢、ドロップキックでかわしていきます。さあラクロスから小橋健太にタッチ、小橋健太にタッチです。逆水平を打っていきます小橋。ブレインバスターの体勢かわした、体を入れ替えます。さあそしてさあリバースのギロチンを落としていきました小橋健太。2カウントです。いやいや今はギロチンじゃないんですね、ちょっと失敗ですね。あ体勢が崩れましたか。顔面に膝が当たっていきましたがちょっと不十分な体勢でした。さあ小橋かわした、エルボーだ。フロントの秋山独特の巻き投げ。さあそして満を持して三沢ミスタルにタッチであります。大事な三冠ベルトをかけての前哨戦、三沢と小橋。セカンドロープから三沢の肘鉄砲が飛んでいきました。さあロープに振っていったのは三沢です。フライングのラリアットを打っていきました。カバーはカウントは2つです。さあタイガードライバーの体勢だ、打っていくか、こらえます、小橋こらえる、エルボー打つ、今年最初のタイガードライバー。カバーはどうか、マウラキアモスマンがカットに入っております。さあそして秋山純がモスマンを場外に叩き落としていきました。さあバックを取った、スープレックスは打たせません。小橋健太エルボーかわした、耳そぎもう一発、おお後頭部、後頭部スタートしてバックを出したスープレックス投げて、ハーズネルソンのスープレックス投げてです。固めます小橋、カウントは2つ、カウントは2つです。ラクロス、さあ三沢ミスタル、
不利な体勢でラクロスを迎えております。ロープに振られました。さあ三沢ボディスラムを受けます。カウントは2です。三沢首のあたりをちょっと気にしているか。先ほどのスープレックスで動きが止まりました。三沢ニュートラルコーナートップロープにはラクロスだ。ダイビングのボディプレス、カウントは2。赤子のカットが間に合いました。カウントは2です。馬場さん先ほどの小橋健太のスープレックスのあたりから三沢の動きが止まってしまいましたね。そうですけどもね、ジャピンはね、三沢が動かないことの方が正解なんですよね。下手に動くと帰って、ああそうですか。ラクロスはジャンプ力がありますね、動いたらどこへ来るか分かりませんからね。やっぱり受ける体勢を整えてずっと待ってる方が近いですよね。さあそして調査大軍試合の権利は朝子に移っております。さあブレインバスターの打ち合い、やはりここでもおっと投げ返していった朝子、体当たりです。マウナケアモスマン、モスマン対アサコ、非常にスピーディーな小気味良いファイトが展開されます。両者バックを取ったぞ、巻いていきます、固めていきます。カウントは2です。足を捉えました。投げていった。調査大軍秋山順に試合の権利を移っております。おーラクロス元気のいいカッティング、ラリアットをかましていきました。さあさあ6人が入り乱れます。リングの上秋山順とモスマンだ。あーっと DDT 豪快モスマンインド、カウントはカウントは2です。カウントは2です。新年早々素晴らしいファイトを展開しておりますマウナケアモスマン。秋山君を DDT に捉えました。さあさあそしてカバーボカー、カウントは2。ヘッドシザーストイックはカウントは2。見せます、素晴らしい、いいぞモスマン。ボディスラムから今度は高さを利用しての攻撃か。ニュートラルコーナー三沢が戻ってきた、三沢が戻ってきた、三沢を一周モスマン、あーっとブレスはよく見ておりました秋山純です。逆に固めた、カウントは2、カウントは2。放送席前では三沢と小橋激しいファイトを展開しております。エルボー、いやラリアットを打っていた。カバーはどうか、ラクロスのカット。試合の権利は秋山純とマウナケアモスマンです。さあ秋山は距離を取ります、助走を取ります。エルボーだ、そしてノーダンライトスープレックス、ホールドはどうか、かわしたかわした、もう一発、これはどうか、カウント3入りました。最後は秋山君のノーダンライトスープレックスホールド2連発で、ようやくようやくマウナケアモスマンをマットに沈めました。これギリシャフルのご覧のところまでお申し込みください。世界を蹴り倒した川田、王者をぶちかますか田植え、チャレンジャーチーム狂乱の予感ウィリアムズ、守れるか世界エース、
第30代チャンピオンチーム、栄光の世界タッグベルトをその腰に巻くのはどちらのチームか。裸になっても宝石は脱がない。ラプソーダ。銀座ジュアイオフチューブ新宿本店新宿駅東口前。戦闘集団は通過する。頑張って。オッケー。いよいよ全国ネットワーク完成。ハトムギゲスマイスピリットを私らしい私。丸見えだけの極秘情報。アメリカ警察全面協力。本物の警官が実践。犯人をこの度に逮捕する最新武器を大公開。世界丸見え明日夜8時。波乱万丈は人生だ。小さいだけはある。ある。ブルブルだけもある。ガチ。両方あって、しかもワンタッチフリッパーは富士通だけ。じゃ、ほな、失礼します。今誰か来たんですけど何ですか今の。携帯選ぶなら富士通。98のゲストは缶の芯がうまい。缶ブリ切り身198円。お眠り6000セット5万円。ファーマオフ4800円。お客様感謝です。早くおいでよ。今行く。もうすぐ21世紀だ。おいしいヘルシー新しいリーグの公式戦、この川田田植え組とウィリアムズエース組は川田組から見て1勝1分け。岡山大会では川田と千秋がウィリアムズを蹴り倒しましてカウント3を奪っております。昨年の桃田さん公式戦、はい、このウィリアムズエース組は2試合戦っていま一投も上げることができませんで、ええ、その影響、チャンピオンチーム苦手意識が植え付けられたということはないですかね。まあ、問題はですね、はい、ウィリアムズ選手は、ええ、わりかし自分のペースで常に試合をする選手ですし、エース選手はですね、はい、どっちかというと冷静ですから、はい、冷静に試合の運びを判断して戦況をよく見てる、はい、だから、チャンピオンがあってチャンピオンを要するに自分が保持するためにどこでどうしたらいいかっていうのは結構エース選手が冷静に判断できると思うんですよね。ただウィリアム選手が暴走しちゃうと、はい、その行方がちょっとわからないですよね。なるほど、ややもするとじゃあウィリアムズの試合の組み立てを、ウィリアムズがエースの組み立てをウィリアムズが破壊してしまうということもケースも考えられます ね、 そうですね。さあエースの左の腕田植えの喉元に食い込んでおります。8ヶ月ぶりにこの世界タッグ王座に挑戦しております川田田植え組です。去年の5月札幌大会で三沢秋山組に敗れて王座転落以来の挑戦。試合の立ち上がり5分が経過しました。この5分間は完全にチャンピオンチーム優勢。世界卓選手権試合60分の一本勝負です。さあ試合の権利があるのはジョニー・エースと田植明。経験者の川田田植君がもうちょっと仕掛けないとやっぱり形勢は不利ですよ ね、 そうですね。60分経過しますと自動的にチャンピオン防衛ということになりますからね、さあハイキックは田植です。1988年1月2日にこの田植プロレスデビューしました。マット歴10年目に突入しております。田植が初めて世界タッグを脱出したのが92年の3月4日ジャンボ・鶴田とのコンビでした。その時の相手がテリー・ゴディとこのスティーブ・ウィリアムズ。
忘れられない対戦相手となっているはずです。田植え、さあこの田植えから川田に試合の準備は起きております。おっと川田の意を交わすような冷静なこのウィリアムスの試合運び、和田翔平レビュー、これはどうしたんでしょうか。ちょっと、いや今ですね、田植選手のエンジンがですね、はい、入ってかなり自分でダメージを食ったと思ってタッチにしたんです、ね、あなるほどなるほど、だけど、結構今自分で一気に戻ってんで、これは OK だ、OK だという感じじゃないですか、はい、でもここはチャンスですね、一瞬記憶を失うことがありますね、中間の要するに、はい、目の前が真っ白になるって言いますよね、はい、何やってるかなって分からなくなることはありますよね、なるほど、さあこのチャンスを生かすことができるか、チャレンジャーチームです。ここはじゃあ今のチャンスだと思うんですけど、ガッツリ、やっぱりウィリアムズが力ありますからね、ロープを掴んでいったのはウィリアムズ、場外にエスケープいたしました。やはりちょっと先ほどの後頭部への攻撃で成長を逃しているかなという感じがします。チャンピオンズゲームです。さあスティーブ・ウィリアムズ、このウィリアムズのレスラー人生はまさに世界タッグの歴史とともに歩んできた感じです。1990年の2月ジェリー・ゴディとのコンビでこのウィリアムズ世界タッグに初めて手が届きました。それ以来パートナーこそ変わるものの、実に6度もこのタイトルに君臨しております。そういう意味では桃田さん、はい、ある意味ではこのウィリアムズがこの世界タッグのベルトに一番愛着を感じているそうでしょうね、かもしれませんね、まあ全日本に行って、はい、最初に取ったよくね、世界の戦争ですからね、はい、でやっぱり全日本に来てから要するに自力をどん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 つけていって世界まで届いたということで、はい、そのベルトに関してはやっぱりかなり愛着を持っていると思いますね。さあ田植明がリングインです。誰がかりの攻撃だ、外れております。さあスティーブ・ウィリアムズ、おおちょっと、おバランスが今ちょっと後ずさりするような、やはりこう遠藤の攻撃ちょっと影響ありましたね。バランス感覚をちょっと失うような姿が見られましたウィリアムズ。さあその分このチャンピオンチームとしてはジョニーエースが踏ん張らなくてはいけません。さあ川田を場外に叩き落としました。大卒が2位詰まっているのはジョニーエース、スティーブ・ウィリアムズダリアット川田の試合者の腕に太いウィリアムズの腕が巻きついていきました。大の字だ川田。さあ場外では川田大の字スティーブ・ウィリアムズ、先ほどのどうやら後頭部への影響はもうないようです。ちょっとこれはしかし川田心配ですね。目を閉じます。さあゆっくりと握り寄っていったスティーブ・ウィリアムズ、今大丈夫ですか、今頭上がりました、はい、さあスティーブ・ウィリアムズがロープを挟んでギロチン式のエースクラッシャーを持ってきた。川田俊明紳士、世界タッグは去年の5月以来8ヶ月間遠ざかっております。試合時間10分を経過しました。世界タッグ選手権試合60分の1本勝負、試合時間の6分の1が早くも経過いたしました。この時間帯川田俊明チャンピオンチームに近まっております。コーナー握っていますウィリアムス、ヤッキー。さあこの危険な時間帯チャレンジャーチームとしては何スタミナをロスせずにこの時間帯をクリアしていくか。さあ田植にも抜けていったウィリアムスだ。よく見ていた川田叩き落としました。さあチャレンジャーチームは田植明がウィリアムスを追っていくか。向こう上面の場外です。ジョニーエースがウィリアムスのフォローに来ておりました。おーっとウィリアムスは右の肩のあたりでしょうか、腕から肩をなんか押さえてますね。押さえてますね、向こう上面で先ほどの川田のキックを受けて
あるいは右肩のあたりダメージを受けたウィリアムズ。カメラはちょっとなんか向こうに当たってましたからね。いやー、ちょっとこれは心配ですね。でもこのピンチがありましたから、はい、接着で、どうなんですかね。あー、これはかなり苦しそうな痛そうな表情。おー、和田競技レフェリーも場外にスティーブ・ウィリアムスに駆け寄ります。ここでジョニーエースをどうやら赤コーナーに下げさせまして試合再開です。おっと、さあこのチャンス、このチャンスは見逃すわけにはいかない。さあ場外でまたも報道陣に、またも報道陣にスティーブ・ウィリアムス体を浴びせていきました。いや、だからさっきのカメラ結構当たったんじゃないですか。でやっぱり、はい、変な、要するに肘を変な打ち方で打ちましたね。よくない、そうですね、予想もしないダメージですからね。あー、これはテレビカメラのレンズがどうやら先ほどのウィリアムスの激突で割れるほどの衝撃を受けたようです。さあ、そのウィリアムスは依然として場外、ウィリアムスは依然として場外、田植え明と場外戦を展開しております。思い出します、1月の2日、この97新春ジャイアントシリーズの開幕戦でも、あの時はこの田植え明とジョニーエースでした。激しい場外戦、試合終了だったんですが繰り広げておりました。スターリングの上待っていたのは河原、膝を落としていきます。さあ、これ大田さん、はい、レンジャーチームとしては大チャンスですよね。そうですね、チームのやっぱり腕を、ダメージ与えられると、はい、いろんな技に、そうですね、バックブロック、打撃のバックブロックというのも当然要するに、打ち上げの技は全てやっぱりかなり右腕で狙いますからね。打つわけですからね、さあ、この小さい一軍の大チャンス見逃すわけにはいきません。チャレンジャーチーム8ヶ月ぶりの大会に向けて大チャンスが訪れております。踏みつけていきます、田植え明。そのスティーブ・ウィリアムスの痛めた右腕のあたり、体重をぐいぐいと乗せていきます。さあ、そしてキック、ここはちょっとチャンピオンチームとしてはウィリアムスにインターバルを取らせないところでしょうが、赤コーナーからは距離を取らせて田植え、エルボーを落としていく。さあ、痛めた右腕を腕、右、逆十字の体勢、入ったか。ジョニーエースのカットが田植えの顔面を捉えました。さあ、今年最初の世界卓選手権試合、第30代世界卓チャンピオンチームウィリアムス A チームに川田田植え組、96最強卓リーグを制した川田田植え組が挑戦しております。この時間帯大チャンスを迎えておりますチャレンジャーチーム。さあ、腕引き、これもエースできた。これステフモルズさん、はい、ウィリアムちょっと自力で変えてませんね。そうですね、ある程度ならば、はい、入る完全に入る前だったので、ウィリアムという選手の下だったら回避する可能性あるんですよね。これをエースのカットを引き落とするほど右腕のダメージ大きいか。膝を容赦なく落としていきます川田としてはき。世界タッグ王座から8ヶ月、3冠の王座からは1年と10ヶ月と下がっているこの川田俊明であります。試合時間の4分の1、15分が経過いたしました。世界タッグ選手権試合60分の1本勝負、はい、右肩のところの骨が浮いてきたところ、腫れている、なんか骨が浮いてる、ちょっとこれは心配です。さあ、このウィリアムス休む間を与えません、田植え明。その田植えの顔面の、顔面からも田植え流血、田植えの顔面も流血。さあ、試合の権利を買うだろう。ウィリアムスの痛めた右の腕から肩のあたり、そのスイングをストップする、蹴って、蹴り倒していきます、田植え明です。さあ、チャレンジャーチームの田植えも顔の右半分流血しております。ドロップキック、さあ、カバーに行く、ツーカウントです。さあ、田植え明
デビュー10年目を迎える今年、昨年に続いてビッグな1年とすることができるか。そのためにはまずこの今年最初の選手権試合、落とすわけにはいきません。さあロープに来てハイキック、さあ今度はロープに飛んだ、ラリアットはウィリアムズだ、ラリアットはチャンピオンチーム。あーしかし打っていったその右手、ダメージがかなりやはり残っているようです。赤コーナー腕を伸ばすジョニーエース、チャンピオンチーム立ってる人。さあジョニーエース、世界のベルトは俺が守る、ドロップキック2対1、2人相手の古文君とジョニーエースを落としていきました。さあそしてカバーはいいカウントです。第30代の世界タッグのベルト、トップロープニュートラルコーナー、大人気のラリアットを抜いていった。カウントはチーム、チャンピオンチームウィリアムスは場外だ。さあジョニーエース、ちょっと体勢不十分だが、カバーはこれも2カウントです。返していきます。さあジョニーエース、昨年三沢秋山組を下して悲願の世界のタイトルを掴んだこのジョニーエース、その時秋山を自らの手でマッチに進めておりますエース、どうしてもこの世界のベルトを守るというここでやるが、打ってしまってはいけない、バックドロップとのどうな脱退、これはどうか、ツーカウントでウィリアムズが間に合いました。チャンピオンチーム、ただでウィリアムズは場外です。2対1の体制、試合の前にあるのはチャンピオンチームエース、チャレンジャーチームタイヤ、チャレンジャーチームカーバに打った、接近を打っていきます。時間はまだ十分にある、60分の一本勝負、まだ20分のゴールは聞こえておりません。倒していきます、ジョニーエース、耐えず、はい、キック接近しました、ガッツを、ラリアット円錐のあたりです。ああウィリアムズが赤コーナーに戻ってまいりました。さあウィリアムズ、ダメージの回復ぐらいはどうか。ニュートラルコーナーとクロープ、川田を見据えます、飛び込んだ、田上にもボディスラム。あーしかしやはりダメージ、右の肩から腕にかけてやはり残っているようです。コンピング踏みつけていきます、チャンピオン一発に捉える、カバーはどうか、これは返していきます。今の回数状況を見てますと川田選手にまだ余裕はありますね。はい、さあ逆に、おっとフランスリュー、さあはい、さあ川田の強気ドラゴンスクリューからそのまま肩逆を見るために入っております。さあ売り上がって本心の力で締め上げていく、ここでブレイク、ここでブレイクです。あっと今のドラゴンスクリューから川田の動きが止まった、チャレンジャーチーム川田動きが止まった、ウィリアムズのセカンドロープ、田上は場外です。さあスカイハイロースカイハイロー、ラリアットが、いやセカンドロープから登場していった、流れ引きどうか、2カウント返しております。川田3キロのウィリアムズの体重、そして110キロの自らの川田の体重、200キロ以上の重みが一気にして加わりました。さあスタンディングチャンピオンチーム、この川田をどうする、川田のハイキック捉えた、ウィリアムズ捉えた、走っていくピッチで、さあ攻撃の暴走が始まった、奥山チャンピオンチームどうだ、返しております。川田ギリギリ返している、田上のカットはまだ
必要としておりません。まだ力が残っております。さあチャンピオンチームどうする。はい、さあおっとさあバックバックを取るか。ハイキック、もう一発キックを、おっと倒れます。バランスが崩れました。川田俊明バックドロップの体勢に入ろうとしたウィリアムスですが、いやしかしウィリアムスがかなりのダメージを受けてますからね。そうですね。さらにやっと一瞬の不意を突かれた川田。さあ川田俊明ダメージはどうか。赤コーナーとプロフィーにはジョニー・エースだ。さあそしてウィリアムス川田を肩車大会の大会のチャンピオンチーム、ダリアットだ。1回転川田としあき1回転ハイハイのラリアット。川上明が勝ったに今ようやく川上のカットが間に合いました。さあチャンピオンチームチャンス、チャンピオンチーム優勢。これは何だ、落とした。試合の権利があるのはしかし、試合の権利があるのはしかし、川田としあき2人まとめて2人まとめて落としていった。さあそして青コーナーに川田俊明をいざなってチャレンジャーチームタッチ成立。さあ挟んで田植え抜いて落とした。ダイナミックパワーボムは2カウント、これもカウント中です。譲りません、両手譲りません。さあ今のダイナミックボムいかほどのダメージがそのジョニーエースに残っているか。あれを倒したバックドロップだ。バックドロップかいや、ジャーマンか。ジャーマン的ですね。だからちょっと出て切りましたね、逆にその崩れたことでダメージが余計加わったこともありますね。受け身が取れない体勢でした。エース自体がダメージがあったんで、思いっきり投げ切れなかったんですね、ちょっとね。逆にそれを倒れていくは受け身が取れませんでした。さあハイキックは田植えだ。カンバッカンバッ、さあウィリアムスがウィリアムスカット、チャンピオンチームウィリアムスがカットに入りました。さあそして逆にカンバの合体の合体のパワーボムから、これも2カウント。チャレンジャーチームも返していきます。さあ田植え明8ヶ月ぶりにこの川端のコンビで世界バックの戦線に臨む。エースが下を下った。体に行く、おっと川田は抑えているぞ。いやもうこうなったら精神力ですね。そうですね、さあ場内では川田とウィリアムズがやり合っているコブラクラッチの体勢に、コブラクラッチの体勢に毒蛇が、毒蛇が牙を抜いた。コブラクラッチスプレッド、どうか2カウントです。世界を取ったコブラクラッチスプレックスは川田のカットが間に合っております。さあ逆にチャンスを迎えるか。チャレンジャーチーム2対1の形ができました。ウィリアムズアウト、ウィリアムズは場外で目を閉じる。カバーはどうか、アウト。これも2つ、これも2つ。チャンピオンチーム、チャレンジャーチーム、譲りません。試合時間25分を経過した。さあ挟んだ、抜いた、合体で落としていった。チャンピオンチームピンチ、これもどうか、耐えた。ジョニーエース見事。さあしかし今の合体ボムのダメージがどのくらいこのジョニーエースに残っているか、そしてジョニーエースの精神力どのくらい残っているか。逆ついて、どうぞ飛ばして、おーうまい具合に上級中させました。チャンピオンチーム一瞬の隙をついてエースクラッシャー、無断の隙もあったものではありません。さあハイキック、ドロップキック、カバーはどうか、これも2つ、これも2カウントです。さあそして完全落として固めない、固めない。さあ今度はもう一発、2連発、今度は止めた、捉えようか、決まった。世
誰もいないから大丈夫。使い方も簡単だから大丈夫。時間もかからないから大丈夫。断られても大丈夫。誰にも会わずにカードが持てる縁結び。A ショップ竹藤です。いらっしゃいマシーンは操作が簡単であること。はい。いらっしゃいマシーンのプロミス。キャッシングカードは素早く発行すること。はい。いらっしゃいマシーンのプロミス。土日祝日も休まること。はい。いらっしゃいマシーンのプロミス。初めての出会いを大切にすること。はい。いらっしゃいマシーンのプロミス。Why not make a great car that is not a great car? 新しい贅沢の形、アウディ A3 新登場。どんなリサイクルがあるかな？セミ、電話回線。不要になった電話回線4万円で買い取ります。お申し込みはご覧の店舗まで。うちのお父ちゃんも買い取って。久しぶりのベルト、いかがですか？今度はもう長い間離さないように守っていきたいと思います。川上さん、久しぶりのベルトいかがでしょうか？新年どんな一年にしたいか、ファンの皆様に一言お願いします。頑張ります。また応援に来てください。見事ベルトを持ちました川名さん、そして川上さんでした。おめでとうございました。ジャリアスの川上です。川上抜いて落とした。逆に川上の打線の打線の この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。部屋探すならケースナンバーワンのポレポレポレンド。リクルートから。東京ドームふるさとフェア97、ふるさと新鮮旅情報。今日本のふるさとに新発見。1月24日から26日までの3日間、東京ドームでお待ちしています。ピッピッピッピー、今何時、いいお味、小池屋ポテトチップス。ピッピッピッピー、今何時、いいお味、小池屋ポテトチップス。よっよっ、日本の風にはルル。あれ、あ、ルルが好き、ルルが好き。
もマープです。フッサフッサアートメンション、三沢光晴です。96年から97年にかけて無冠での年々となりました。一方の本田多門、昨年年末の最強タッグ決定リン戦のメンバーから漏れました。その悔しさをぶつけます。30分一本勝負です。さあまずはゆっくりと間合いを取ります。グリーンのロングタイプ三沢光晴、そして赤のショートタイプ本田多門です。さあ距離を取る、ゆっくりと肩を回しました。三沢組んだリング中央でがっちりと組みました。両者押し込んでいったのが本田多門です。まずはロープレイクか、押し込んでいった本田多門。さあ三沢としては3日後に迫った三冠戦、それに向けて最先のいいスタートを切りたいところです。さあまずは倒していった三沢光晴、腕を積み上げます。さあ動きが止まっている本田多門、がっちりとその左腕はその三沢に捕まっています。さあ逃げたい、なんとかほどきたい本田多門。さあ中央返しました。さあ上に乗っている三沢、91年の新春ジャイアントシリーズです。さあ徹底的にこの本田多門、この左腕を攻めていく三沢三沢です。さあ膝をついている本田多門、なんとかほどきたい三沢は容赦なく攻め続けます。さあ3日後大阪で行われる小橋との三冠戦、そこに照準を合わせているこの三沢。さあほどきました。この試合解説は桃田二郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この三沢選手なんですが、はい、今年全く無冠でしたね。そうですね、まあ彼にとっては長いこと無冠で復帰するってことは初めてなんじゃないですか。はい、はい、92年以来ということになるんですが、全くタイトルなしでの星越しとなりましたこの三沢、はい、そういった時にこの新春ジャイアントシリーズ星の初めの戦い方としては、やっぱり最初から力を存分にぶつけていくと。そうですね、本人の気持ちとしてはあくまでもこの三冠戦に、はい、照準を合わせて、要するに今年も要するに今正月を迎えてね、はい、一から要するにこの出直すような気持ちで、はい、始めてるんじゃないかなと思うんですけどね。そのためにも一戦一戦しっかりと勝ち進んでいきたいと。はい、それが大事だと思います。さあ距離を取っています三沢光晴、そして本田多門です。さあどういった形で組み立てていくか、ゆっくりと考えた上で落ち込んでいきました本田多門。おっとエルボー、あっという間に どこからともなく出てきたこのエルボー。さあエルボー連発、ここで落ちている本田多門。こういったエルボーにも重さがありますね、三沢選手。もう一つ一つの技にですね、はい、本当に迫力がありますよね、はい、これはやっぱり多門選手でね、若いんですけどもうちょっとですね、攻めてほしいところなんですけどね、どうしてもやっぱり、まあ試合内容を見てるとちょっと三沢選手に気遅れしてる部分が見えますよね、守っていては本田選手としては難しいんじゃないか。そうですね、当然もう要するに金星を常に狙うつもりでいかないと自分の要するに将来も良くないですよ。しかし捕まっている本田多門です。がっちりと首のあたり三沢の太い左腕が巻き付いています。さあロープ、ロープに当たる。さあ3発と打っていきました。そして振り投げ倒れ込んだところ両者なく積み上げていきます。三沢光晴本田選手って言ったらスロースターターはスロースターターなんでね、わりかしこに攻められて攻められてそれから爆発するっていう感じが多いんですけども、もっともう前半戦からこに攻撃できればですね、よりいいものが出てくるんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと捕まる時間が長くなっている本田多門。さあまたもやこの左腕が巻き締まって容赦なく巻き締まってスリーパー
がっちりと入っています。さあ崩れ落ちていく本田多門。さあ三沢、力が入ります、力が入ります。さあ本田、苦しい表情です。顔が歪みます。さあこれはパワーがある。クレーター、完全に入っています。さあ全く動けない本田多門。さあ顔、非常に厳しい表情になってきました。本田多門、さあ試合の方は5分経過です。30分日本勝負、一度落としますカウント2つ。さあかなり締められました。本田多門、さあエンジンはいつかかるのか。さあ両から攻めている。フライングエルボー、顔面に命中であります。さあ大の字、天井を見つめる本田多門。上に乗った三沢はカウントは2つ。三沢選手容赦なく攻めますね。そうですね、これは三沢選手にとってはですね、はい、その三冠戦に向けての自分の調整ですから、要するにその的の大きい本田多門選手を目いっぱいここを小橋に見立てて、基本的な、ね、小技を全部なんかチェックしてるんじゃないかなというように見えますよね。自分の決め技とかそういうのがどれほどやっぱり効果があるかというような感じで、こう見ていますね。考えながら試合を進めている感じですね。三沢選手には余裕が感じられますよね、はい、一方の本田多門としてはなんとか攻めを続けます。さあエンジンがかかったか。本田多門ヘッドバット追い込んでいます。さあようやくエンジンかかったか。本田多門ヘッドバットでこの三沢を追い込んでいったんですが、三沢の重いキックゆさりと喉元に刺さりました。さあまずね、三沢エルボースのスマッシュ、青コーナーに追い込んでいきました。さあ本田多門なんとか攻め続けたい。さあ三沢を打った。さあ止まった。ラリアット、本田多門のラリアット、もう一回左のラリアット。さあ一戦で攻めに転じた本田多門。ヘッドバット3連発、そしてセカンドロープ利用してもう一回戻ってきました。さあ本田多門逆襲、大の字の三沢、素早くその左肩を起こしました三沢光晴。さあ本田多門なんとか休まず攻め続けたい。さあバックがありました。ゲートを落としていく三沢。さあ本田多門素早い動きを見せられるか。捕まっている。さあバックに回っているのが本田多門。ロープに突破、さあショルダーで当たってきましたが、188センチ116キロの本田多門、あっと後輪トラスト崩れ落ちた本田多門です。さあ次のあたりでしょうか、先ほどのラリアットの衝撃でしょうか。三沢次のあたりをちょっと確認しました。さあ膝を当てて、さあ三沢三沢エルボーがっちりと重いものがあります。これも一発で倒れました本田多門。早くも汗がにじんでいる三沢光晴。さあ抱えがました。さあダブルアーム押し込んでいきました本田多門。ニュートラルコーナー左手のあたりでしょうか。強打した、あっと一戦して本田多門ネックブリッカー上に乗った多門、アウトは2つ。さあ攻めていきます。おっとヘッドバット落としていきます。もう1回、おっと足を上げてきた三沢、よく動きを見ています。さあロープに飛んで落としていった。三沢の右肩に命中。さあカウントを2つ。さあようやく自分の攻めを出すことができた本田多門です。さあ本田多門としては受けたい。さあ肩を振るっていった三沢。さあバックから背中にヘッドバットクラッシュ。後半は
よく見えてますよね、はい、この動きが前半から出るともっと、よくなると思うんですがね。あ、こんな球を日記構成今度はチャンスですよ。今はジャーマンの落ち方、ね、かなりいい感じが入ってますからね。高さも角度も、はい、いいものがありました。本田多門ここで攻め続けたいですね。そうですね、ここはチャンスですから金髪狙ってほしいですね。本田としてはチャンス。本田多門カウントがカウントがカウントが両方あって、しかもワンタッチフリッパーは富士通だけ。じゃあ、ほな、失礼します。今誰か来たんですけど何ですか今の。携帯選ぶなら富士通。田所さん、テストで明日はどうしても家から出ないでほしいんです。お前のせいだ。田所さん、明日夜10時放送、月曜10時は日大さん。ドロップキックでダッサンチュニアは場外へ転落していきました。さあ飛びました、ジーイーグル、フランチャー。さあイーグルもかなり強いところを見せていますね。さあ場外にはコバチもやってまいりました。ベッタスリーポイント、ボビーダッサンチュニアが飛んでまいりました。さあ場外での攻防となっています。イーグルがダンカンジュニアを捕まえてリングの中に戻していきました。さあイーグルがすかさずカバー、カウント2つで返しています。フリーキック、重量感のあるフリーキックが決まっています。再びカバーになります。カウントは2つです。さあそして赤コーナーは秋山純を渡しました。まずは2位をぶつけていきます。この秋山選手はこのデビューから5年目ということになります。5年というのはレスラーの一つの節目になります。そうですね、特に去年ですね、やっぱりタッグを、世界タッグを取ってますんでね、彼にとってはそれがものすごい自信になっていると思いますよね、はい。で、同じアジアのパートナーの大森選手にとってはそれが逆に言うとものすごくこのライバル心を燃やさせる、なんていうのか、この起爆剤になってるんですかね、ある意味でパートナーっていうのはね、ライバル心があった方がより2人の能力が出るんですよね、だからタッグを組みながらもこう青コーナー赤コーナーに分かれますと今日のような素晴らしい試合ができるということですね。ニュートラルコーナー打ち上げていきました。対角線に振っていった、エルボーです。三沢ゆきのエルボー、フライングウェアから天空のドロップキック、大森の背中に決まっています。片指に当たります。カウントは2つ。さあそしてここで三冠チャンピオンの小林に渡しました。まずは逆転へ、声を出してこらえています。大森ドロップに振っていきました。ショルダータックル、高さがあります。さあ腕を掴んだ、レッツ・グレンバッターの体勢に入りました。さあ滞空時間が長くなっています。後ろに落としていた豪快なグレンバッターが決まっています。3カ
選手に対してアピールすることによって自分が三冠戦の見つけになっているということもありますよね。当然それは意識していると思います。飛ばしました。抱え上げて非常に落としていった。そしてエルボー落としていきます。ここでスタンハンセンにタッチいたしました。小橋がこのスタンハンセンに初めて勝ったのは94年のチャンピオンファイナル。この年はムーンサルトプレイスの2連発でした。最近小橋がこのラリアットをフィニッシュホールドで使うようになったのはやはりこのハンセンからそうですね、僕も試合を見ててかなり意識してですね、はい、ラリアットを使っているような感じはするんですよね。そのやっぱり自分でラリアットを打つときのね、この相手に当たる瞬間のですね、この感触ですね、それがですね、これがいいっていうふうに自分に感じるんじゃないですかね。これは小林選手、ものすごい腕太いですからね、その腕でやったときに、要するに相手にもうダメージを与えたその感触がですね、あ、これに向いてるなというんで、勝ってるんじゃないかなと思うんですけど、それほどまで実力を高めているということですね。特に、ハンセン選手をそれで倒しちゃったら、最高の自信になるでしょうね。リングの中では大森のシングルの逆襟重ねが決まっています。じわじわとロープに歩み寄って今ロープブレイク。この青コーナーはかなり小橋選手に照準を絞ってきているようですね。そうですね、まあ、ある程度半分選手の一本がちょっと出てるんじゃないですか。大森が足を取りに行きました。小橋の右足を取ってダンカン・ジュニアに出す。ダンカン戦と同じ北斗州の出身のボビー・ダンカン・ジュニア、95年の5月に全日マッチに初登場しました。以来主にダンカン戦のパートナーを務めているんですが、このシリーズではウィリアムズとしてエースともタッグを組む機会が与えられています。さあ小橋が下からタッグで応戦が進んだ逆襲兵、手探りトップ決まっています。さあここでタッチにしたジーグルにタッチ。このジーグルは92年の11月にパトリオットに指名されまして、ジーグルの世界最強なトリムがウクライナに出しました。でもパトリオットは次の治療のために今回は来日しておりません。パトリオットが来日しているというのも小橋にとっては非常に大きなことですね。そうですね、コーナーは3番線に立ち、今日も積極的な攻撃が見られます。対角線に来ていきました。実機が待っていた。さあ反省に向かってボリースクラム、140キロの下半身を投げていきました。セカンドの体を打ちていきます。ボリープレス片入りに進まれますがカウントが2つです。さらにセカンドロスからこれはかわされました。この辺りは作戦メンバーのスタンハンセン、よく相手を見ています。 DDT バルセンがクリスマスを打ち付けていきます。ブレーキの壊れたダンスカーはまだまだ健在。そしてサッカーボールキック、リングの背骨が飛び散ってしまいます。サッカーボールのキックを打ちました。ここではボビーダンカンジュニアが待ち構えています。リングの後ろを引いていく。さあ小橋もやってまいりました。小橋が的確に知られました。さあロープ際はスタンハンセンとジーグルの攻防、ロープは離っていきますがっくりと崩れていますし、イーグルリングの中に戻されました。青コーナーからは大森選手も入場してきています。背中にハンマーを打ち付けていきました。そして今度はニードロップ、非常に積極的な足立ちの戦略が目立ちます。そうですね、これはハンセン選手とタッグを組むようになってから出てきてると思うんですよね。かなり自分の要するにその技をまず要するに試合の中でですね使えるようになってきてますよね。
まずはこのコンビを続けていこうというふうに考えてはこれのところはちょっと分かりませんけれども、今の段階では、まあ、良きパートナーに影響しつつあると見てるようです。特にですね、老化のハンソン選手から見れば、はい、若くて体の大きい選手の方が要するに教えがいもあるわけですね。で、自分と同じペースで試合を運んでいけるパートナーとしてはベストになるわけですよね。やっぱり同じ年齢の人と組むよりは組みやすいというか、特にハンソン選手みたいな性格だと思います。ソボールの選手として活躍していました。さあ、反転からその大森レオは出されています。ニュースレコーナーボビダンハリトニーをホイッツラリアットをした大森はこれはかわされた反転のエルボー、さあ、振動が引かれています。反転がリーグルを捕まえるボディースクラムで投げ捨てました。さあ、そして大森がニュースレコーナーのトップロープへと登っています。ダイビングのエルボードロップカバーします。縁結びは簡単、早い。誰にも会わずにカードが持てる竹藤の無人契約機縁結びをご利用ください。いらっしゃいマシーンは操作が簡単であること。はい、いらっしゃいマシーンのプロミス。キャッシュカードは素早く発行すること。はい、いらっしゃいマシーンのプロミス。土日祝日も休まること。いらっしゃいマシーンのプロミス。初めての出会いを大切にすること。はい、いらっしゃいマシーンのプロミス。